昨日39度8分まで上がったもんね。もう死にそうです。例えば検査って言わないとしてくれないもんなんかな。私アンポンタンの医者をいっぱい見てきてるからわかる。アンポンタン多いよ。おはようパパ。大丈夫かじゃないね。だいぶ熱は下がったけど。うん。いやそう、昨日39度8分まで上がったもんね。みんな心配でしょ。昨日39度8分まで出たね。うん。ねりおんちゃんもパパ心配だね。心配。やばいパパね、頭痛いんだって、頭痛。あれ、おはよう。あれ、もっちいた。もっちおはよう。うんこしてるね。うわぁ、めんどくさいんだよ、これ。うんこしてるわ。ティッシュがすぐ減る。いや、ほんと減る。鼻水、鼻炎家族だし、うんこする人いるし。大変なんだけど。今から耳鼻科に行ってきます。検査の結果。いや検査もしなかった。あ、しなかったの？あ、なんだ。したのかと思った。え、大丈夫。検査しなくても別に大丈夫ですよ、したの？なんか何も言わなくて。今インフル流行ってんのに？え？今インフル流行ってんのに？いやね、俺も終わってからさ。うん。いつも病院行くときそうなんだよね。ね、一緒に何も言えないタイプのいや人はいっぱいいる。私はさ、職業から一緒に強くいるけどさ。終わってから診察終わってから、例えば検査って。言わないとしてくれないもんなんかな。こんなに寝すぎてるかな。難しい時代だわ。普通はしてくれるよね。でもね、こんだけインフル流行ってたらね。薬局でもさ、うん、検査してないんですかって言って。うん。いやそうだよ、はい。普通するよね。先生やばいわ。ボケてるかもしれない。で結局薬もらって終わり？うん、だってインフルだったらインフルの薬もらえるんだよ。抗ウイルス薬。何の薬もらったの？大丈夫かそこの医者。してもらった方がすぐ治るよ。そこの原因に効いた薬出してくれるじゃない。だからやばいんだよ。一回電話してさ、聞いてみた方がいいんじゃない？何のために病院行ったのさ。そういうふうにまた言われる。あ、いや、違う。先生に言ってるの私は。今、遠い先生に向かって言ってるのさ。何のために先生って言ってるの。ねえ。いいカード当たった？見て。なんだか。キラーカード当たった？よ。どうせ当たんないもんだから。別に引くのが楽しい。あ、レアカード当たってないんだ。出ないの分かってるけど。そうなの、ね。引くのが楽しい。楽しいよね。わかる。来た？いや、でもいいじゃん。いいじゃん。あれ、薬局の人が言うってことはよっぽどってことで、普通するってことだよ。それに、もしもし、すいません、今診察してもらったんですけど、ちょっと昨日結構高熱出てて、あ、わかりました、っていただかないとって。へぇー、そうなの？だってさ、いただかないとって言い訳でしょ。そんなことある？普通にしますかぐらいの選択権は医者出すでしょ。本当にもう、どうする？帰る？治るよ、すぐ治るよ。はっ、じゃあ行こう、やっぱり。もう、なんだ
ナの耳鼻科やだわ、本当に最悪。でももうさ、直接行ってさ、いや検査受けたかったんですけど、お金の無駄なの、なんか僕ももう風邪でぼーっとしててってぐらい言えば、もう意識もないんですよって、意識がなくなるぐらい辛いのに、検査を自分から言わなきゃダメなんですかねぐらいです。じゃあ AI と思う、丸罰ゲーム、もう AI に取られるわ、医者な、そんなことやってたら。 AI の方が頭いいわ。 AI と勝負していきたいと思います。全部取られちゃう、そんなことやって。どうでした？え、結果、結果はインフルじゃなかったです。ああ、よかった、よかったじゃん。なんだったの、あの高熱は。わかんない、よかったね。でもインフル以外にはなかったのね。インフルしかやってない。でもなんかおかしいよね。普通さ、インフルコロナは受けるよね。言われなくてもやってもらった経験があったから、そんな言わなきゃいけないの。いや、なんか一晩でインフルだったら、うん、今日は下がんないから、今も熱あったらやろうと思ってました。だって薬飲んでたじゃん、解熱剤。ああ、そういうことね。まあでも一応にやってほしいよね。今後クード8分まで出たからさ、コロナぐらいやってほしいよ。帰る。薬はもらったの？うん、はい、帰宅しまーす。入れていいの？その、いいんだよ。めっちゃうまい。早く風邪治りますように。ね、頑張ったんだ。でもよかったね、ノロウイルスじゃなんだっけ、インフルエンザじゃなくて、うん、何だったんだろうね。でもさ、始まりはさ、やっぱリュウトから移ったじゃん、私が。で、私からあなたへ、あなたからリュウトへみたいな、なんかトライアングル描いてる状態じゃん。リュウトも風邪ひいちゃって、何かしらの風邪なんだよ、引きやすいから。おかわりあるから、たくさん。はい、あ、やばい、豚目いける？大丈夫？暑いかね、暑いかね、大丈夫？かわいいね。かわいい、この笑顔が救いです。この T シャツどうしたんですか？いや、自分では作ってない。自分でデザインしたんだよね。いつか販売する。販売する。素晴らしいですね。3年生にしてもう販売考えてんの？見るほどでもないんですけどね。じゃあ見てみましょうか。私は朝から草原草原、育児育児、育児育児、草原草原、仕事の仕事、もう死にそうです。どうしてくれるんですか？大丈夫？アビくん大丈夫？寝てますね。彼は寝てますね。はい、仕事頑張ります。どうですか、体調は？だいぶ良くなってきた。うん、ご飯も食べれる。ね、聞いてよかったね、薬。うん。何度？6度ぐらい？さっきまた37度、1度ぐらい。ああ、下がってきたね。すごい髪型だね。すごい髪型だね。明日に治るといいね。うん。でも熱、うん、あれ、昨日9度8分まで上がったんだね。うん、あ、夜上がんないといいね。夜上がりやすいのさ、人は。昨日は何も食べれなかったから、増えるぐらいまでは。ね、確かに昨日は何も食べてないもんね。夜上がりませんようにって。で、リオンちゃん迎えに行ってくるね。お願いします。どうした？どうしたの？ピアノのりおんちゃん、ピアノ。眠たいの？寝たんじゃないの？保育園で寝てないの？そう、眠たいの？困ったの？ん？何？うん、おかしかい？朝はね、おやつの時間だもんね。ピザポテトと、どうしよう、何食べた？これ。ああ、もう狭い、ここ。何？はい。これ。これってどれ？これ。これっていっぱいあるじゃん。札幌ポテト？うん。はい。ちょっと足りない。
ブブ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 ブおいしい？最高ですね、おやつ。おいしいね。何が一番好き？ピザポテトと札幌。ピザポテトと札幌。大丈夫？風邪ひきながらも頑張ってんの？よろしくお願いします。あ、いいじゃん、サムネ。あー、それがいい。そこのシーンがいい。そこのシーンめっちゃいい。どうしたの、その、のびくんの顔どうしたの？どうしたの、それ。絶対これ、絶対変じゃない？はい、友達、今日は新幹線の公開です。晩ご飯はね、聞きたい？聞きたい。精をつけてもらうために、鶏胸肉の照り焼き。あ、美味しそう。食べれる？食べれる。今回から脱出した？うん。熱？高熱出てる？うん。これから出そうだね。うん、なんか寒気がずっとするんだよね。あ、それやばいわ。夜出るわ。まあ、薬で抑えてるだけじゃない。この汚いのどうやったら取れるんだろう。すごい汚いんだよね。ほら。うん、汚いね、これ。え？だいぶと汚れ取れたんだよ、これでも。モキシクリン漬けにして。汚い。あとはもう脱水して終わりだよね。黙って汚くなるよね。まあ洗わないもんね。うん、まあ、色的にも目立ちやすいっちゅう目立ちやすい。そうだね。声やばい。やっぱ私のさ、症状と一緒だね。敵だね。中にまだ入ってたよ。え？中に入ってたよ。入ってない、入ってない。あ、抜いた？何のこれって。いやいや。え？何？ほらほら入ってるじゃん、シーツとか。ああ、そういうことか。洗うの？あ、知らなかった。あ、いや、入ってた。見えなかった。よく見えたね、私自分で入れたのに。なんだこれ。安いスタート、ありがとう。パン作ります。うんこ、うんこ、いってらっしゃい。うんこ、いってらっしゃい。うん、でもさ、今パン作るから見れないんだよ。あ、私今日シチュー作ろうと思ったんだ。照り焼きにするわ。まあどっちも食べたいけど、大根の味噌汁と、あとも照り焼きにするわ、やっぱり。これだけ拭いとく。うん、拭いて拭いて。え、そう、微妙な拭きが。微妙すぎるでしょ。映っていいよ、映りたいの。恐ろしい。ねえ、怖いね。四国犬が四国で脱出したの。どこか、なんか見てなかった。なら。群馬？それは怖いよ。なんかりゅうちゃん大根はね、細かく切ったら食べれるって言われた。私絶対気持ち悪いって言われたの。最近ちょっと食べれるようになってきたんだよね。嬉しいさ。だから給食で少しは食べされてんの。いや、そうそう、給食で免疫ついてきたのさ、だんだん。だから給食様様だよ。確かに。給食なかったらもう一生偏食だ。いや、そう考えたらなんかすごい私の作ってる料理がクソまずいみたいに聞こえるかもしれないけどさ。でも集団心理が働くんですよ、給食って。あ、今さ。偏食は集団心理働かないとも言われてるかもしれないけど、集団で食べると美味しいみたいになるよね。みんなが食べてるからちょっと食べてみようみたいなさ。子供向けの味じゃん、やっぱ 甘かったりさ。私の作り方が悪いと言われたら嫌だから、嫌だから。決して料理は別に下手でもないからね。上手な方だよね。でもなんか受け付けないんだよ、口。給食の味にすりゃいいんじゃないですかっていう意見までしたことあるんだけど、食べなかったの。量もちゃんと守って作ったことあるんだよ。食べなかったんだよ、それ。集団心理が働いてるんだよ。私はそう分析するよ。集団心理でだ。なんか本当にね、6歳、小学校上がってからね、徐々に食べれるようになってきたね。うん。本当ね、保育園までは全然食べなかったんだけど。足ひどかったね。本当に食べれない。何で栄養取ってんだ。本当に食べなかったの、マジで。ご飯さえ食べれない。白飯でさえ食べれない時があったから。本当に口が受け付けないんだ。あの、ファイブナイト・アット・フレディの映画見に行ったやつよ。ああ、パパ風邪ひいてるなって、治るまで行かないのかな。明日
日行こうね、明日行こうねって、いやだからってパパが明日行こう、全然聞いてないね人の話ようやったから、あーちょっとだから明日は借りだよって言ったの。パパどこにいる？パパ？パパ？あ、トイレか。大丈夫？どこ？下痢？ティッシュ投げてね、リエちゃん。さっき言ったこと守られてないよ。ティッシュ投げてって言ったじゃん。ここに置いてあったよ、ティッシュ。とにかくティッシュ捨ててって。分かった、今捨てる。貸して。あ、できたよ。早く。家を去って携帯おしまい。ジョブドリンターして。もう疲れてます。もう目ん玉飛び出そう。疲れて。うるせえな。うん。うん。うるせえな。なんて言うな。なってんの。頑張ってるよ、そりゃみんな。夜の座って食べてって。なんでそこ。あ、閉まってんの？パンは何してこれらな。みんな機嫌が悪いですね。ママの機嫌が悪いとみんなの機嫌、そうだよ、私の機嫌悪いとみんなの機嫌が悪くなる。そうだね、バカバカ言わないでよ。あ、すごい、すごい、何してんの、何書いてたじゃん。いただきます、いただきます、おじいちゃんいただきますって言って。チキンはチキン食べる、これ。そうだね、行きたいね。なんだっけここ。何ここ。行きたいねって言ったけど、どこかわかんない。北三条広場。北三条広場っていうかさ、普通に雪祭り行ってねえじゃん。そうだよ。もうね、地元民からして雪祭りなんて一回行かないか。もうそうだよ。おどみどいだよ。うん。おいしい。はよ。はい。いやもうリオンちゃん小出しで言わないでよ。じゃあパパに言った。あ、パパに言ったの。そっか、じゃあ行くか。ハサミの次はマヨか言って。言ってよ最初に。でもパパとママは死んでしまいますこのまま行ったら。うん、知ってるよ。うん、おいしい。パワーみなぎってきた。いっぱい食べて、いっぱい。うわ。うん。おいしい。おいしいよね。本当においしいと思う。明日風邪治ってくれるパパ。本当に腹が減っては戦はできないわ。あー、うまい。しみる。本当お腹空いてたら動けないね、人ってね。頭が回らないね。もうない？うまいね、これね。うまい。茶漬けだ。本当に牛乳が多かったね。本当美味しいね。よんちゃん我慢して、ちょっとお願い。もうママ疲れて、こういうのいけない。我慢我慢。我慢我慢。美味しいね。これ、これ。牛乳持ってくるか。いっぱい。ね、なんか入ってるの？出た入ってるの？よんちゃん。ごめんなさい。ママ嫌い。チキンが私一番好きだ。チキン、もう一生チキン愛してる。私チキン買い続けることにした。え？やっぱチキンはコスパにいいし、美味しいし、ヘルシーだし、こんな万能なものないと思う、やっぱり。そう、すごい柔らかいの。そうそう、言うのは正解だけど、硬くないんだよね。すで柔らかいの、めちゃくちゃ。それがほんと決めて。熱が上がらないことになってますよ、ダーリン。ダーリンとも言えるんだ。返しようと思ったら終わる。そう、ダーリンだね。分かったよ、犯人って言うじゃん。言わないってことはやっぱり頭痛いんだろ。まだ病み上がってるの。あんま回転しないで、パパね。ちょっと見たい。ダーリン。その対義語なんだっけって考えてた。聞いて。その対義語なんだっけって考えてた。対義語って言わなくね。ダーリンの反対、犯人。ユンちゃんレタス食べる？もらえない？どっち？食べるんだよ。あ、いいよ。今のもそうね。さすが宮崎女子や。今日フィッチというものがあるじゃん。あー、まず食べて回復したわ。見よう今日。見よう見よう。みんなで見よう。ジュンコ。パパは見れないか。ジュンコがチムチムして。ヨンちゃん今日ピアノどうだった？うん、ヨンちゃん今日ドレミ覚えたんだよ、すごいぞ。覚えた。
ゃあ汚いのは荷物だし、それはダメだよ。それはダメだよ。もういいわ。大丈夫大丈夫、そんな怒んなくていいって。うん、イエー、大丈夫、いかがでしょうか。ボス、ボス、うちのボス。ボスは悪いよ。頭痛いの。痛い。なんか頭痛と寒気と。昨日も寝てたでしょ。かかってないけど。めっちゃ汗かいた。やっぱりインフルじゃなくてコロナと私は思ってるの絶対に。それも言ってくれなきゃ検査してくれないのにね。そうだね。じゃあインフルのしてくださいって言っただけ。去年はさ、コロナの検査してもらったんだよ、私。行ったら、すぐに。すぐに大人も、子供もしたじゃん。子供と過ぎれば、すでに終わり。なんだっけ、それ。もう、コロナの時代終わったら、コロナの検査してくれないものだね。5類から下がったから。コメントとかでもコロナにかかりました、終わりましたって人すごいよ。だから、そういう人たちは多分、職場とかの兼ね合いも。ああ、行けよって言われてるの。っていう、やっぱ同調圧力もらうんだよ。パワハラと言われてって。みんなに移しちゃうからってね。あるよね、それ。日本人特有のさ。あるよね、そういうのね。でも逆にこうやってさ、うちら無職みたいな家族、うちら無職みたいな家族変だけど、個人事業主です、こっちはバイトですみたいな家族は、言わなきゃ検査もしてくれないね。いや、今後は主食で押されてほしい。あ、いや、いや、そうだけど、でもさ、こんな2月にさ、9度8分出てさ、解熱剤飲んでも熱そんなに代謝下がんなかったし、まあ微熱ぐらいも下がったけどね。すごい髪だね。うん、で咳出てさ、痰絡みひどくてさ、コロナでしょって思っちゃう症状。インフルかコロナでしょとは思ったよ。変だなって思ったよ。うん、そしたら検査もしてくれないって。って思っちゃって、びっくらぽんでしょ。びっくりだよ、本当に。どうなってんの今の医療業界は。やっぱさ、医療に詳しくない人はさ、お医者さんの言う通りになっちゃうからさ、ペコペコしちゃうじゃん。はい、そうですかみたいなさ、未だに根強いじゃん、そういうの。ドカンと一発言うんだよ。でも昨日、もう一回行った時にさ、どうしますとしますねみたいな感じで言われて。腹立つ、ね。どうしようかな。言ってんだから捨てよって思わない？どうしようかなと思ったけど。医者の圧力がひどい。いや、ちょっと喋らせて、ちょっと。絶対体調的にすごい悪かったから、絶対これインフルだろうと思って、うん、検査して、ほら、やっぱりインフルだったでしょってドヤ顔しようとしたらさ、うん、全然インフルじゃなかった。それ寂しいけど、いや、でもいいじゃん、分かって。うん。でもコロナもしてほしいよね、やっぱりね、どっちかって言ったらね。いいです、もう、やだかったし、病院行かなかったのはそこもあるの、嫌だったの、病院行って、あらの、こうだの、こうだの、へいだの、ほうだの、ひいだの、ほうって、先生との会話が嫌なの、腹立つから。だから行かなかったの。もういい、自分自力で直してやるっていう思いで直したの。パパの見てるとかわいそうになってしやっぱそうなるんだよねって。ほんと一般市民は巻き添いですよ、病院の。市民は巻き添いですよ、病院の。かわいそう、パパ。なんかいろいろ振り回されちゃった。絶対ママに吹き込まれるなって昨日思った。はぁって言うよ。はぁなんで検査しないの？いや、それ突っ込むでしょ。え、何のために行ったのみたいなあるじゃん。社さんの圧力ってあるよね。ほんとやだ、小児科の先生は優しいんだけど、内科とかね、マジ、うんこなんですよ。うんこなんですよ。わかりますか？うんこ。うんこも楽しんでください。いろいろエビデンスがあるのかもしれないけどさ、こっちからしたら必死なんですよ。医療業界力が強そうだから怖い。医療業界力強い。あ、来た、まあ、アンポンタンのやつ多いけどね。私、アンポンタンの医者をいっぱい見てきてるからわかる。アンポンタン多いよ。大丈夫かなこの人って。人間なんて、まあね、人間って完璧じゃないからさ、医者の資格持ったから完璧ってわけじゃないし。どうすん、どうやって過ごすの寝るの？眠たいの。眠たいの？体が怖くて。